こんにちは、ゼキザップです。今回はホンダオータ販売コラボ企画ということで、2022年にマイナーチェンジしました新型 CB250R ですね、こちらをオータ販売の方では8月の下旬からホンダ GO というレンタルサービスを開始いたします。もともとオータ販売の方では大人気車種であるハンターカブ CT125 と、あとレブル250、それに加えてピンク色のねスーパーカブ110の3台をねレンタルしていたんですけど、今回 CB250R が加わって、4台体制になる感じですね。で、9月か10月ぐらいですけど、ダックス125の方も入ってくるみたいなんで、その辺も楽しみですね。走行距離は1キロ。いや、本当に新品ですね。6速。おー、ね、タイトルから分かり、超分かりやすい。最初新車はギアがちょっと硬いんですよ。あとクラッチの入りもよ、ちょっとニュートラルが入りづらかったりするんですけど、お願いします。はい、という感じでオート販売から移動してきまして、いつもの撮影スポットですね。いや、真っ黒なボディかっこいいですね。肝心なのはマイナーチェンジで何が変わったかってところになるんですが、こちらエキパイの方が、メタリックになっております。マイナーチェンジ前はブラックでしたよね。いやー、かっこいいですね。そしてマフラー自体も若干短くなってます。なので全体的なバランスが整った感じはしますね。で、メーターですよね。今回ギアのねポジションが分かるメーターになっております。これは便利ですよね。そしてあとはマフラーの音確認しますか。じゃあ BGM 切りますね。それではそろそろね実際に走らせていきましょうか。一応ね、自分の方は身長180センチということで比較的高めなので、こんな感じで両足はべったりですね。なので CB250R 問題ないのかなという感じです。で、ホンダの公式サイトの方に、身長別の写真が載っておりますので、気になる方はねそちらぜひチェックしておいてください。じゃあいざ出発。はい、ということでいつもの田んぼ道を走っております。いや、てっきりね自分これ CB250R 単気筒エンジンなんで、レブルとかハンターカブみたいにとことこ走るんかなと思ってたんですけど、全然違うんですね。いや、こんなに滑らかに走ると思ってなかったんで、いや驚いております。いや、さすがですね。そして乗車姿勢が非常にゆったりしてますね。前傾がきつくないんで、これだったら300キロぐらいツーリングするんだったら手首は痛くならないかなっていう感じがします。あとシートについては、そんなに肉厚っていうわけではないんで、これはねロングツーリングするときにお尻が痛くなるんじゃないかなっていう感じはしますが、その辺はね実際にロングツーリングやって確かめてみたいと思います。あとはバイクのね車体重量が軽いんですよね。なのでこれコーナーを曲がるのが本当にひらひらとね曲がれるんで本当に楽しいですね。この映像を見ながらどこにコーナーがあったんだいと思うかもしれませんが、一応アフレコしてる段階ではね、430キロ下道ツーリングでね、様々な山道を走ってきたんで非常に楽しむことができました。もちろん慣らし運転なんで、レッドゾーンまでねぶち回すようなことはやらなかったんですけど、それでもね非常に面白いバイクだなと思っております。そしてこんな感じで、行き止まりになった時ですよね。非常にバイクが軽いんで簡単に取り回せますね。バイク自体も非常に軽いので、わざわざ降りなくてもそこそこや取れば、U ターンできますね。やっぱ軽いっていいですよね。はい、という感じで引き返しております。
いや本当にこれだけ道が細くっても、まあ、こちらの、ね、CB250R は簡単に U ターンできるということで、まあ、その辺も初心者向きですよね。まあ、やっぱりバイク乗った時っていろんな道に入りたくなるんですよね。けど行った先で、あ、ここ行き止まりかっていうこと結構あるんで、まあ、そんな時にね気軽に U ターンできるバイクっていうのは非常に心強いなと思いました。そんな感じの CB250R ですが、まあ、マイナーチェンジする前っていうのは CB125R、まあ、原付2種の方ですね。あっちの方がいろいろと最新の装備が備わっていて、まあね、下克上された感じになっていて不遇な扱いを受けておりましたが、まあ、今回マイナーチェンジしたことで、まあ、メーターの方もね、まあ、ギアのポジションも分かるし、クラッチの方もアシスト&スリッパー機能付きということで非常に乗りやすくなっていて、今ならね、買ってもいいかなって思えるようなバイクになってきましたね。はい、こんな感じで新型 CB250R でご近所ツーリングしてきました。まあ、なんだかんだねバイクの写真とかもろもろ撮ってたらだいぶ日が傾きましたね。まあ、その辺の写真については後日インスタグラムで公開していきたいと思いますんで、ね、ぜひ気軽に見てください。で今回こうやってホンダオータ販売から、まあ、CB250R を、まあ、レンタルっていう形ではないんですけど、まあ、お試しで乗ったわけですけど、まあ、こうやってねいろんなバイクに乗れる機会があるっていいですよね。まあ、ホンダ GO っていうレンタルバイクのサービス使えば、まあ、自分が気になってる車種やっぱりいきなり買うってなると、まあ、よほど一目惚れした車種でない限りは性能とか乗り心地、まあ、そういったところいろいろ確認した方がいいかなと改めて思いました。なのでまあ、こういったねレンタルバイク、まあ、今すぐ欲しいっていう方でなければ、まあ、こういったレンタルバイクを利用してね、まあ、自分と相性がいいバイクなのかっていうのはねぜひ確認して、まあ、バイクのね購入計画につなげてもらえたらいいかなと思います。それではね次回、まあ、この新型 CB250R で430キロ下道ツーリングやってきましたので、そちらの映像をねどんどん出していきたいと思います。まあお試しでね今回ちょっとだけいい部分だけ見せていきたいと思います。まあ、なんと言ってもですよね、まあ、今回の目玉はこちら渋峠ですね。もう朝3時に出発して、まあ、早朝の渋峠を絶景をね抑えるために走ってきましたんで、まあ、その辺を楽しみにしていただければいいかなと思います。いや改めて言いますが、いやこの景色ねすごいですよね。ほんと早起きして頑張ってよかったなと思います。そして山道をね普通に走れるんでハンターカブと違って、いや必死にならなくていいっていうのが本当に楽でいいですね。そしてその後なんですけど、こんな感じでね新潟方まで行きまして、魚沼スカイラインも走っております。いやほんとねスカイラインっていう名の割にはそんなに高いところいないんですよね。っていうところがちょっとねなんだかんだ気に入っている、道になっております。まあ一応慣らし運転なんでレッドゾーンまで回すような走りはしていませんが、まあ、普通にねまあこちらのバイクを走らせる上で、まあアシスト&スリッパークラッチのまあ性能とか、あとはコーナーの曲がり具合とかね、まあそういったところはね十分堪能することができたんで、まあそういったところをお伝えできればいいかなと思っております。で新潟から群馬に帰るにはもちろん水曜どうでしょうの聖地三国峠も走っております。まあ今回こんな風にまあいろんな山道とかねだだっ広い道を走ったりとかしながら CB250R を堪能することができました。まあ、皆さんが気になる実燃費とか、あとは CB 特有の不具合っていうんですか、まあ、あのエンストが起きる現象とか、まあ、そういったのは実際今回新型でもあるのかっていうところもね、まあ、今後の動画で出していけたらと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。